ガーデンドクター TV、ガーデンドクター TV 始まりました。ギュウちゃんです。去年の秋に、お邪魔して以来ということになるんですけれども、こんにちは、有島です。ギュウちゃんには冬来ていただいて、はい、この庭やっぱり一番いいのは5月だと、まあ私、まあ、バラが専門っていうかメインでやってますんで、その時にまた必ず来てくださいよと申し上げておいたのが今日実現して来ていただいたんで、今一番華やいでる私の庭をこれから順次説明させていただきます。よろしくお願いします、はい。これね、全部こっちから見ると、うん、まあ地植えっていうか、うん、庭に見えますけど、ちょっと見てください、ね、よく見ると見てください、 この辺を見ると中は全部鉢植えなんです、うん。こちらが住友さんの、はい、マイローズです。あ、そうですね、マイローズ。これはね、これはもう知ってます。ありがとうございます。いや、素晴らしいですよ ね、この辺、この草咲きで見事な、見事な、はい。それでね、この株とそれからこの景観の中にあるこれもそうなんですよ。あ、それもマイローズ。これもマイローズ。おー、確かに。これとかね、はい、こっちはまだつぼみが、そうですね、多いですね、うん。マイローズのね、特徴としては病気に非常に強いっていうのはもちろんなんですけど、うん、花がすごく長く持つ、うん、咲いて長く咲いてて、それからこういう具合につぼみがありますから、うん、順番に咲いていくとトータルでの花の期間がね、1ヶ月以上持つんですよ。なるほど。長く、はいはい、房咲きになってますからね、うん、長く咲く。これだとね、1ヶ月半ぐらい持つと思う、うん。これが終わる頃になると新しいやつはもう上がってくる。なるほど。そういう具合にして今年の1月までは花が途切れないでずっと庭にありました。うん、じゃあ去年はもうほぼ1年中咲きっぱなしということ で、5月から始まって12月1月まで。マイローズがあるといつも花が途切らないでバラが咲いてるっていうことで、バラ好きにとっては非常にね、頼もしいバラだ。なるほど。ちょっと変わったのは、あ、これ面白い、面白いでしょ、色合いですね。これは最初、うん、この黄色っぽいのが開くと最初このピンクになってくるんですか、ね、こんな黄色、こういうのに咲き始めて、次はこれなんですよ。おお、はいはい。次はこれ、あ、で最後これって感じで、あ、ちょうどいい具合にねこれはね、一つで2回も3回も色を楽しめるって、はいはい。これはやっぱり木村さんの作室でシャルールっていう品種です。これもバラの家さんの、うん、そうですね。ほら、一つの花で、うん、色のグラデーションが分かるでしょ。もうこれは最後はこうなりますけど、うん、最初この黄色っぽく咲き始めて、うん、オレンジになって最終的にこうなると、これはいいバラです。これはなんか本当に特殊な感じがしますね。そうですね、面白いですね。これはイングリッシュローズのジェフ・ハミルトンっていうバラです。これも古い品種なんですけど、イングリッシュローズでは非常に大型になりますんで、私はこういうふうにアーチに沿わしてます、うん。アーチは皆さんつるバラをよく植えますけど、そうですよね、やりますけど、うん、つるバラっていうのは春はだいたいね、一期咲きが多いんです。確かに、つるバラってね、はい、うん。それでね、なおかつね、つるバラっていうのは香りがないです、ほとんどね、うん。それに比べてね、イングリッシュローズとか、うん、シュラブローズっていうのは、うん、四季咲き性があって、香りもあるもんですから、香りもあるもんですから、うん、やっぱりね、アーチにね、香りのいいバラをこういう具合にやっときますと、このアーチの下を通るだけで、うん、香りがちょっと漂ってくると、うん、いう利点もありますし、そういう点で私はとても気に入ってます。こちらがオリビアローズオースチンって言って、うん、イングリッシュローズです、うん。これも大きくなるタイプのものですね。これってもともとはいわゆるハイブリッドティー、これはね、ジャンルからいくと、うん、シュラブローズになります。シュラブローズ、シュラブローズの仲間ですね、うん。そうすると普通に育てると、うん、こう横に広がるタイプのバラなんですかね。いや、ね、比較的ね、立ち木性です。これ縦にずっと伸びやすい、伸びやすい。で、これをこう、そうですね、這わせてるということなんですね、うんうんうん。
これも株元鉢植えなんですよね、うん、これも株元鉢植えです。鉢でここまで伸びるもんなんですね。でやはりこれがあのイングリッシュローズのウィリアム・モリスっていう、これもイングリッシュローズで大きくなるやつで、うん、これもね香りがあってなおかつ色咲き性がありますんでね、こういう具合にアーチに絡めとくとですね、とてもあの香りもありますし、うん、秋も咲くんでアーチそのものが寂しくなくていいんです。つるバラをアーチにやっちゃうと秋全然咲かないから、うん、全然つまんないんですね。それからこれがやはりイングリッシュローズの大きくなるやつで、ジ・オルブライトン・ランブラー、これは白い花で真ん中がこうボタンアイって言って、ちょっと変わったボタンのような感じ、花弁が内側に巻いてですね、ボタンのように見えるんで、こういう花形をバラではよくボタンアイというような言い方をしてます。このビオラもなんか普通じゃない感じがしますけど、こんなビオラですね、今ね結構ね、いろいろなラベルがついてブランドビオラなんていうのは結構人気がありますけど、あの普通ね今頃になるとビオラってもっともっと徒長しちゃうんですけど、私はこの時期バラとビオラとコラボでどうしても写真撮ったり景観として見せたいんで、こと例えばそうですね、これですよね、あのちょっと抑えて咲かせるように、あの抑えて今までずっと育ててきました。こうちょっとこうピンチしながら、そうですね、盛りさせて。リナルトっていう品種で、川本純子さんが、川本バラ園さんの、やっぱりねさすが女性育種家だけあって、やっぱり非常にあのいい雰囲気の、そうですね、このひらひら感がすごい、そうなんですよ、もう言われてみると本当に女性らしい。でこの花つき見てください、もう最初はねこういったあの割にパープルの濃いめなんですが、それからこういうふうにだんだん色が変わってくると、一般的にはまあロゼット咲きという、なるほど、こう平べったくっていうか、そうです、ロゼット型にこう開いて、ロゼット型に開いていくね、ロゼット咲きという。でこれもね花持ちが非常にいいですから、ですから色のこうグラデーションもね、最初はこういったあの紫で咲いてきて、だんだん咲き進むとこういったパープルっていうかね、こんなふうに吹き、これも色のグラデーションが長く楽しめる。この壁面にあるこの、このバラがちょっと気になっちゃったんですけれども、よく気がついてくださいました。これもあれですかね、ボタンアイ、これがボタン、これはね、ローラダボーっていう新種で、もう100年ぐらい前に、あ、じゃあもう古いですね、もうヴィンテージローズにの仲間になりますけども、じゃあ今例えば欲しいなと思ってもちょっとなかなか手に入らないような、あのマニアックなものを扱ってるそういうところにあるかもしれない、あるかもしれない、なかなかあの一般には、の園芸店にはなかなか出てない、で今ね、あの初心者がとか一般の人が、よくあのどんなバラをがいいですかってよく私も聞かれることあるんですよね、初めてバラを育てるんだったらどんなバラがいいですかって、そうですね、あのその時はやっぱりね、花がたくさん咲いて、それからあの春もだけじゃなくて夏も咲いて秋も咲いて、色咲き性がすごく良い、それでなおかつ花が咲いてる花があのなかなか散らないで長く咲いてる、それで病気にも強い、今耐病性、耐病性がいっぱいありますからね、そういうバラが私ね今やっぱり一番求められてるバラだと思いますね、そういった品種の中で一つ選ぶとすると、その中で一つ選ぶとしたらマイローズとか、やっぱりマイローズでこれ来ちゃうんです、これですかね、それでねちょっと一個思い出したお聞きしたかったのがあったんですが、あのバラってよくあの新苗春に販売されると思うんですが、新苗のバラって買ってきたらまず何やったらいいですか、これ新苗だね、ここにまあここで切ってありますけど、
こう新苗って買った時で多分こう上に一本ビューンと伸びてるのを、うん、ピューンと伸びていて、だいたいつぼみはついてますね。そうですね、こんな下で切っちゃうんですね、うん、ええ、上の方から芽が出ると、うん、まあ、あの植物全体に言えるんですけど、腸が優勢って言って、うん、養分がガンガン上の方行っちゃいますから、うん、上の方から芽が出ると、うん、下の方から芽が出ないんです。なるほど、ひょろ長くなっちゃうんですね。ひょろ長くなる。なので結構、ええ、大胆に思いっきり切っちゃっていいんですね、ええ、じゃあこれ、ええ、これね、葉っぱ3枚のところで、はい、ここからまたつぼみが見えてきたらこれでピンチすると取っちゃいます。はい、じゃあ1年目はとにかく株をはい、こう充実させる。あのね、長いお付き合いをするんですからそうですね、慌てずにと。長いお付き合いをするんですけど、うん、初めの3ヶ月ぐらいは、うん、我慢して、うん、またここで止めるとここから芽が出てくるとまた花が咲くと、うん、8月までは花を咲かせません、うん、もう株作りに、株作り、株元に、あ、なんか赤いポチッと、赤いのはぷくって3つぐらい出てきてると思いますが、うんうん、ここからまた芽が吹いてくる感じ。そうです、これがね、吹いてきてこういう立派なやつになって、これがまたこれがシュートになるんです。なるの、すんと大きく株立ちになります。切り口には必ずこの融合剤トップジン M ペースト、うん、これを塗っています。でちょっとねオレンジ色してますか、うん、2日か3日になると立つと無地になり、はいはい、うん、で今これ傷口って切り口を塞いでるってことですよね。そうですよ、塞いでるわけで、うん、コーティングして塞いでるわけです。そうするとここからのね雑菌なんかが入っての枯れ込みを非常に防げます、うん、私はもう枯れ込まれるのが嫌なもんですから必ずこれは使ってやってます、うん、はい、見事なお庭を、はい、見させていただいたんですが、あの正直ここまできちんと綺麗に育てるのってかなり大変なんじゃないかなと。これだけあの込み出して、ね、うん、育ててるとやや病気になるんじゃないか、あ、そうそうそう、なんか出そうな ねイメージが、ね、病気になるんじゃないか、うん、虫がつくんじゃないかってよく心配されますけど、うん、おかげさまで3年前からかな、うん、去年からもう本格的に使い始めたんですけど、はい、私あの住友さんのガード流剤、はい、あ、ベニカ X ガード流剤、ええ、ありがとうございます。いやもうあれこっちがありがとうございますって言いたくなっちゃうぐらいあれのおかげでですね、うん、去年は一切もうあの病害虫が、あ、それで結構防げた感じで、うん、やっぱり今はねあのさっきも申し上げましたように病気に強くてよく咲いて、うん、はいはい、色咲き性もいい、うん、そういうバラとともにいい薬剤、うん、そういうものをうまく組み合わせてやると、うん、バラを育てるのはうんと楽になります。なるほど、それでこれが作られてるわけなんですね。そうですね、うん、そんな感じです。ガード流剤を私は撒くときは、根っていうのは鉢、あの根鉢っていうのはこの鉢に沿って根が出ますから、はいはい、ここ軽く土をこういうふうによかって溝を掘ります、うん、で私はこのガード流剤をですねあの後ろこちらの後ろに、だいたいどのくらいの鉢には何グラムというようなことを書いてありますから、うん、鉢に沿ってこういうふうにこう巻きましたら、うん、土をとちょっとなじませるように、うん、それでこれを上から、土を埋め戻して、うん、土の上にばらまくよりこういった方が私はあの、なじみが早いんじゃないかなと思って、うん、そうですね、うん、こんなこんな感じでこんな やり方でやります。これをですね、うん、3月の私は年4回やってます、うん、3月の、10日ぐらいと、それから先月の末からちょうど今ぐらいの時期が2回今ちょうど2回目、うん、5月ぐらいですね、そうですね、うん、5月頭ぐらい、うん、もう1回は次は7月の入ったら、うん、な半ばぐらい7月ぐらい、それから最後は8月の末、うん、その4回やっておきますと、これからの5月6月にかけて、コガネムシが結構飛び出します。コガネムシはですね、鉢の中に
卵を産みつけると、うん、蜂の中で孵化した幼虫はですね、蜂の中の有機分を食べて、食べるものがなくなった根っこを食害して、気がついたらグラグラっとなって、いうことがありますけど、そういうこのガードリュー剤をまいておきますと、コガナムシの幼虫なんかの対策にもなります。なります。それからこれをやってるおかげでバラゾウムシの被害は全くないです、うん。このガードリュー剤ができてからは年4回これを鉢にまくことによって、うん、病害虫を防げるんで、私にとってはこんないい薬はないです。ありがとうございます。おかげで、はい、ですからこれからバラをお始めになってなる方なんかもですね、うん、このガードリュー剤を使えばですね、病気もそれから虫も防げるし、うん、なんか私にとってはいいことづくりの薬剤だなと思って良かったですからバラを、うん、バラ栽培がですねすごく楽になりましたね、うん、これができてから ありがとうございます。それからね、はい、ぜひ常備してもらいたいのはもうすでに手にお持ちいただいてます。こちら常備してもらいたいのは、はい、ベニカ X ネクストスプレー、はい、これはね病害虫に、うん、ガードリュー剤と同じようにオールマイティなんです、うん、オールマイティですから、私もこれは庭の右側と左側の、見えない、はい、蜂の下のところへ置いてあります、うん、で、なぜかっていうと、うん、ガードリュー剤でやってガードはしてるんですけど、うん、害虫っていうのは羽があるものだから確かに外から飛んできちゃいますからね、外から飛んできちゃいますね、うん、それでもしそういうのがいたらピンポイントでこれでシュッシュッと、まあでもじゃあ本当にこれだけもう密植して本来であればね、我々なんかからすると虫とか病気がすごい心配になってしまうようなぐらいなんですが、それが一切ないというのは、まあ、そういった薬剤をピンポイントで要所要所でうまいこと効果的に使ってるっていうのも一つあるということですね。はい、ということで去年の秋冬ですかね、ええ、からもうずっと楽しみにしておりまして、で多分ね、はい、今がベストじゃないかなと。そうですよね、その見頃としても、まあ、これで1週間の先になってまたね、うん、まだつぼみはたくさんありますから、うん、そういうバラが咲き出してきたりするんで、うん、これいつがいいかっていうとね、週替わりでやっぱりね、うん、咲くものも変わってきたりなんかするけど、うん、第一段階でしたら今ねちょうどね咲き始めてきた、うんところで、うん、いい時来て、いや本当にねいいタイミングで見させていただきました。ありがとうございます。はい、ということで今回、念願叶いまして、有島さんの春の、バラのお庭の方に、お邪魔させていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。